はい、どうもこんにちは、コウジです。ということでね、本日もねやっていきたいんですけれども、今日はね削除覚悟ということ で、削除覚悟って別になんかまずいことを言うのかって言ったらそうじゃなくて、まあ、一応何ですか、禁止用語とされているもののね話題に触れていくんで、削除される可能性がありますよということなんですけども、別に削除されてもいいやという感じでね撮っていこうかなというふうに思います。で、一応ですね、10月の20日にですね、日本トランスヒューマニスト協会のですね、浅野さんとですね、今後のね人工知能のこうシンギュラリティ後の世界とかですね、人類がどういうことが起こっていくかとかね、どういうふうにその社会を構築していくかとかですね、いろんなね面白いお話をねさせていただこうと思ってますんで、興味ある方はですね概要欄からですねお申し込みいただければと思います。100名限定なんで、足しちゃうとですねもうそれ以上ね入れないんでね、お早めに予約していただけるとありがたいですということで、で今日は何の話題かというとですね、ワクチンについて。でそもそもその僕はですね、ワクチンに対していいも悪いもどっちもね言うつもりはなくてですね、本当に中道をこう意識してるタイプの人間なんですけども、まあ、正直言ってどうなるかって分かんないよねっていう話なんですよ。でもどうなるか分かんないよねって考えてるうちはですね、じゃあどうすんのってことになりますから、結局は一応考えなきゃいけなくて、それをいいとか悪いとかね、そういった善悪の二元論で考えるんじゃなくて、どうしていくことが最適なのかなっていうことで、やっぱり道を見出していかないといけないわけですね。でそもそもワクチンとかのこの何ですか、定義というか、そもそもウイルスって何なのと。ウイルス、そのウイルスっていうのはですね、実は人間の体をですね媒介していかないとですね、存続できない、繁栄できないというね、根本的な何ですかね、存在意義があるんですね。だから人間がですね存在してないとウイルスも繁栄できないし、人間もそのウイルスが繁栄してくることによって免疫機能がですね向上していくっていう、進化していくっていう、この流れに乗ってるものなんですね。ということは、これお互い存在してないと、このお互いが切磋琢磨していかないと、人類自体がですね未来に向かって進化していくってことが起こり得ないわけですよ。ということは、そのウイルスっていうのがですね人類を直接的に死滅に追いやるってことはないんですね。死滅に追いやっちゃったら、ウイルス自体が自分たちで自分の首を絞めてですね、自分たちが死滅するようなもんなんですよ。ということは、そのままでいても実は人間というのはその進化の過程にゆっくりこう乗っていて、お互いにこのウイルスがバッて出てきた時にそれに対して免疫をつけて向上していくと。で向上していった時にですね、その古い免あのウイルスっていうのはそれに対応できないからね、死滅していくんですね。でも新しく生き残ろうとしてるウイルスたちがですね、新しいまたその抗体をですね突破していくんですよ。それを変異株ということで呼んでる、定義して呼んでるわけなんですけども、こういうふうに自然に人間とウイルスっていうのはこう切磋琢磨してる相互の関係にあるわけですね。でもここにですねちょっと問題が生じるのが何かというと、人間はこの150年ぐらいの間にこう工業的な、その機械的なものがバッとこう進んできたじゃないですか。でそれによって科学技術がですねこうやっぱり発展してきてるんで、人為的に免疫能力を向上させようっていう、その促進する、その進化の過程を早めるっていうことができるようになったわけですね。でそれがいわゆるワクチンです。でワクチンによって僕は何が問題なのかなっていうことを見ていくとですね、その効能自体の良し悪しではなくて、そうじゃなくて、免疫をつけた人とつけてない人たちの間に免疫格差が起こるなというふうに思ってるんですね。打った人っていうのは免疫がついていくわけじゃないですか。でも打たなかった人っていうのは免疫がそのままじゃないですか。例えばこれをゼロの状態だとします。打ってない人はゼロでも、免疫をシステムをですね、進化をね早めて打った人っていうのは例えば2とかになるじゃないですか、数字としてね。2歩ぐらい先に進んだよってことになるとするじゃないですか。でこの2歩ぐらい先に進んだところにウイルスがその免疫力を突破しようとして変異株ができると、この変異株は2をも突破した変異株になってるんで、免疫を持ってない人たちにですね直接的に何ですかね、要するに重症化をもたらすようなすごい危険なウイルスになっちゃうよっていうことなんですよ。だからこれがですね僕は問題かなというふうに思っていて、これを打っていくとか打っていかないとかっていうのはこれ人間のね何ていうんですか、その意思の問題ですから、別にそれはしょうがないんですよ。皆さんの自由ですからね。ただその打った人と打ってない人の間の中で免疫の格差が起こって、それを突破してきた変異株というのは打ってない人に限って何ですかね、その影響を及ぼしていくっていうことなんですよ。この構図をですねもうちょい分かりやすく言うと、車
社会もそうなんですね。車社会というか、もともと僕らってこう歩きだったじゃないですか。昔はね、歩いて歩行していたよっていう時代から今度は馬に乗るようになって、で馬から今はエンジン搭載の車になったじゃないですか。まあ、例えばその馬を乗っている時代にですね、車というものができてきました。でこれが新しい進化をする人たちの要するに乗り物であって、そこに対応してった人たちっていうのはこの自分たちの新しいこの組織を作っていくためにはですね、この社会を一変させる必要性があって、土だったところからコンクリートにしていくわけですよ。でそれでコンクリートにしてってこう自分たちはこうね、あの便利だなっていう方向に行くわけですね。でも馬で走ってた人っていうのはこの社会とぶつかった時、要は車と一緒に馬が走ってるっていうようなこの双方の時代が一緒に出てきちゃうと、どうしても例えば事故った時とか接触した時には馬の方がやられちゃうっていう。だから進化をしてない人たちっていうのはずっと不利な状況にあるっていうことなんですよ。歩きでもそうじゃないですか。徒歩で歩いてる人と車に乗ってる人がたまたまぶつかりましたっていうふうになった時に、どっちがやられるのっていうふうになったら、歩いてる人たちの方が圧倒的にやられちゃうわけですね。だからこういうことを考えていくと、その進化をしてる人たちが生き残っていくっていうのは理にかなっていることであって、あ、道理なんだなということがまず導き出せるんですよ。でもですね、僕らはじゃあ進化することだけしかできないのかと、なんか他の選択肢ってないのかっていうふうになると、まあよくね言霊学でもそうだし、仏教とかでも中道っていう道があってですね、それは何なのかなというふうに考えていくと、やっぱりねその中間なんですよ。進化 していく人間と進化をそんなに求めてない人間のさらに中間のところをね行くのが中道であって、そこがですね一番大事なのかなと。だからこれもう一つの例え方で言うと、例えば都会に住んでる人っていうのはその進化をする分新しい問題がたくさん生じていく。だから馬の社会から車の社会になったっていうことは、車で起こる新しい問題が出てくるわけですよ。エンジントラブルとかですね、スピード違反とか、なんかそういう新しい問題が生じていくんです、こっちには。でもこれ馬にはないわけですよ。馬にはエンジンがないからエンジンの故障の問題とか起きないわけですね。だからそれをやっていくとですね、ここでいいやっていう風に進化をそんなに求めてない人間にとっては新しい問題は起きない。今まで見たことあるような問題は起こるんですけども、新しく進化をしていく人たちっていうのは同時に新しい問題がたくさん起こっていくっていうね。ということは仏教の縁起の関係でいうと、その新しい進化の中に入っている人っていうのは絶対的に新しい問題にぶつかっていくという宿命を持っていると。でも進化をそんなに求めてないよっていう人たちはですね、新しい問題が生じないということなんですね。これ人生を通してみたときに、問題がめちゃくちゃ生じていく人生と問題がそんなにない人生ってどっちがいいのってなったら、やっぱり問題がない人生の方がいいなって思う人たちってたくさんいるわけですね。なのに今説明した通り、それがですね共存として同じ社会に合体していくと、どうしてもですねこっちの人たちがやられてしまうっていうね、そういう構造になってるわけですよ。じゃあどうしたらいいのかということで、これをですねやっぱり中道的な、特に日本っていうね、この日本語を持ってるこの言語っていうものがやっぱり重要なんだなと。これ世界を見てもそうなんですよ。最先端を言ってるようなね国ってあるじゃないですか。これは文明としてめちゃくちゃ発達してますよ、進んでますよ。でも一方でなんかジャングルとかの奥地に住んでる民族とかね、部族とかっていうのはこれ雲泥の差があるじゃないですか。確かに問題が起こってるのかって先進国の方が起こってるわけであって、この部族にとってはそんなに新しい問題って起きてないんですよ。今までと変わらないという暮らしが起こってるだけなんですね。だからそれとこれをですね比較した時に、じゃあどうなのっていうとですね、その人間の性質上進化というものもこれは必然的に起こるし、そこに留まりたいという気持ちも同時に起こることであって、そのやっぱり中間が必要なんだとということですね。色で言うと白と黒がね2つだけ存在しますってことではなくて、白と黒の間にたくさんこうグラデーションがあるように、僕らはこのグラデーションの中で生きるっていうことがね大事であって、白か黒かっていうところにこう染まっていくのかっていう話じゃなくてね、このグラデーションの方のですね中間というものがね大事なんですよと。そのね間を取ってね人間ということなんでね、僕らはこの人間の社会としては間を生きるっていうことがねすごくこうね大事なんじゃないかなと思うわけですね。時には何もしないということも大事だし、時には進化をしていくっていうことも大事だしっていうね、やっぱりそこのですねこのバランスの駆け引きが大事なんじゃないかなと思うわけですね。これ早い話がですね、田舎で暮らして本当に縄文的な暮らしをするっていう、車も乗らないし何もかもね文明の機械に頼りませんっていう生活をするのと、
一方では都会に住んでね、どっかのなんか高級マンションのどっかの上に住んでも本当機械だらけでね、コンビニ飯とかで食っていくのとっていう、でもそれってやっぱり両極端なんですよ。そうじゃなくてその中間であって、自然も大事にするし、でも人間の生んできた科学っていうものもですね、時には大事に使うよって。だから田舎で住んでたらスーパーまで遠いからね、そこまではね車を使うよと。だけど環境汚染とかいろんな問題も考えてるから、自然のこともちゃんと考えて暮らしてるよっていう、この中間がやっぱり大事なんですね。今ですね、この都会に住みながら、その都会に片足を突っ込みながらですね、どうしてもその拒否反応を示してしまう人っているじゃないですか。ふざけんなっていうね。で今だってレプリコンのねワクチンがこう出てきて入店拒否しますみたいな人たちっているじゃないですか。その人たちの根本的な心っていうのは本能的にですね、要は進化を求めてないようなこの部類に入っていく役割を持った人間なのかなというふうに思ってるんですよ。その都会と田舎の関係値から言うと、もう少し都会寄りからこっち出た方がいいんじゃないのっていう人たちだと思うんですよ。これ人間のですね、なんかその性能を見てるとすごく本当に面白くて、進化をですね求めてる人間っているじゃないですか。見ててもね、こう有名人の人でも、例えばホリエモンさんみたいなですね、進化をもうすごく求めてる人っていうのを見てると、やっぱり推奨していくじゃないですか。でも推奨していく人っていうのはですね、やっぱりこっち側のね人間の役割を持ってんだなっていうふうに考えられるし、でも推奨してないような人たちっていうのは、そこに懐疑的な意見を持ってる人っていうのは、やっぱりどこかね、このこっちの田舎寄りの考え方を持ってるっていうね。今はですね、そこが無理やりその馬と車みたいな感じで共存しようとして、同じ道を走ろうとしてるから問題がたくさん生じていくんであって、その問題が生じた時に馬の方がやられちゃうんであって、そうじゃなくて、もうちょっとこっちは馬の地域だよ、こっちは車の地域だよっていう風に分けた方がいいわけですね。全部をこっちに混ぜるからですね、強いものが勝つっていう、その進化の上にね乗っかっていく仕組みになっちゃうんですけども、そうじゃなくて、人間ですからそれはコントロールできるようになりますからね、ちょっと距離を取ろうとかですね、そういった形でこの何ですかね、よくちゃんと分けてその役割を持って暮らしていくっていうことがですね、結構先決なんじゃないかなって思うわけですね。だからこれって別にそのね、ワクチンがいいとか悪いとかの話じゃないじゃないですか。お互いにこう存在してるわけですから、そういうふうに考える人もいるし考えない人もいるしっていうね、それを求めてる人もいれば求めてない人もいるっていうだけの話であって、でそれは自分はどっちなんだろうっていうことをですね、なんかどっちかに思いっきり偏っていくっていう話ではなくて、この中間をやっぱりね取っていく、この中間の道って何なんだろうなってことをやっぱ考えていくことはね重要かなというふうに思います。でなんかレプリコンワクチンについても浩二さんの見解を聞かせてくださいみたいな、なんか質問がちょいちょいですねこう来てたんですけども、まあ僕わからないんですよ、科学者じゃないんでね、わかんないんですけど、ただね、まあ、これも質問があるとね僕結構考えちゃうんでね、どうなんだろうって考えちゃうんですけども、一つ言えるのはわからないということですね。一つ確実に言えることはわからない。でもわからないということは人間がわかってないわけですから、その科学者も絶対にないとは言い切れない。シェディングだかね、なんかそういう用語の言葉あったと思いますけども、そういうのがあるかないかって言ったら、それはわからないと。わからないということはですね、分かってないわけですから、分かってたらねこういうことになってないわけですから、だから分からないということが一つの今のね言える答えであって、分からない以上は分かるまで何らかしらの何ていうんですかね、実験が必要になるしっていうことなんですね。タンパク質に直接影響を与えていくっていうワクチンなんですね。でもタンパク質っていうものはですね、人間の体内に存在しているものであって、この人間の体内に存在しているタンパク質は外に飛び出ていくかって言ったら、これは科学的には証明されてないんです、まあ、だって逆に言うとこれ大変ですよね。人間のタンパク質がどんどん外に放出されてるよって言ったら、どうやって人間保ってんのって話になっちゃいますから、まあ、それは確かに一理あるなと。だからタンパク質が独自で外部に飛び出ていくっていうことはまあないわけです。でもじゃあ本当にないのかと言ったらですね、これは自発的に飛び出していく、体から飛び出していくってことはないけど、人間には唾液とかですね、こういったものがありますから、この唾液の中にはそのタンパク質が含まれるよと。ということは、喋ってれば飛沫的にこう飛んでいくってことはあるし、誰かと接触したらそのタンパク質っていうのは向こうに移る可能性は、それは理論的には存在するよと。だけどそれがですね、直接的にあっちにね、そのタンパク質みたいなものがパッて移ったからといって、それがブワーッとその人にね増殖していくのかって言ったら、それはまた別の話であってね。だからそういうのって結局わからないわけですよ。わからないということは可能性と一緒であって、何とでも言えちゃうわけですね。
だからやっぱりね、どっちにしてもやっぱりその知見がですね早すぎるんじゃないかなって、もうちょっと実証実験してですね、あのみんなが納得するぐらいのですね、やっぱりその知見のデータっていうものはですね回収していく必要性があるんじゃないかなと。でそれが追いつかないからといってですね、その安全だというふうに言い切って政府が促しちゃうのは、ここにも問題が生じるなというふうに思ってます。1回目のねこういう騒動においてですね、僕らもそれは学んでますから、だからだんだん一人一人ですね、なんかおかしいなって思う人は自動的に考えるでしょうし、それでもねこう信じてやっていく人っていうのがいますから、それはもう自由ですからね。あの打ちたいなって言ってる人にですね、やめとけっていうのもですね、これはおこがましいことであって、人間それぞれのねその特色があるわけですから、自分の意見を押し通そうとすることに問題が生じるってことをね一つ認識しておけばいいんじゃないかなというふうに思います。ということで本日はねこのワクチンに対して、やってみました。一応ねそのこういう話題というかキーワード自体がね禁止されてるみたいなね風潮があるんで、消されるかもしれないし、自分から消すかもしれないし、消されないかもしれないしってよくわかんないんですけども、一応撮ってみました。ということで、本日はですね以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイ。